はい、こんにちは、真夏真中です。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、もう明日から10月ですね、10月、11月と開墾植物の水やりについて気にされている方が多いと思いますので、今回はね、その水やりについて、これから10月、11月に向けたね、水やりの方法だったりタイミング、このぐらいがいいよっていうのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、手にはねグラキリス持っております。はい、いい形してますね。はい、そこはね置いといてですね、結構涼しくなってきて、今年の秋に関してこれからあんまりね気温が上がりきらない日が多くなってくるので、まあ涼しいし、最低気温だとね15とかいくのかな、ちょっと肌寒いなって思う日が結構多くなってくると思います。そこでまずね、パキポディウムグラキリスの現地株からご説明していきます。はい、現地株については基本的にはいつも皆さんにお伝えしているように、晴れたら水をあげるっていうのが鉄則ですね。しかし夏と違って乾きが遅くなる、また気温が上がらないので、基本的には土の乾きがどんどん遅くなっていくんですね。そのタイミングで日照条件が悪い方だったり、朝日だったり西日、最後ね 2,3 時間しか日照条件取れないよっていう方に関しては、より乾きづらくなってくる。まあ、ここを抑えておけばそんなにね頻繁に水やる必要はないと思います。はい、なので晴れたら水やりをする。で、だいたい 3,4 日ぐらいで乾いてくると思うんですね。まあ乾き具合は皆さんの環境と土によってやっぱりどうしても変わってくるので、乾いてまあ 2,3 日置いてから水やりをする。2,3 日置いてからですね。ただし 2,3 日置いて次じゃあ水やろうかなと思ったタイミングが、こちらも曇り雨だったら水をあげないというところですね。なので水をあげて 2,3 日で乾いたけど、雨だったらまあもちろんあげないですよね。ただ曇りがこう1週間じゃ曇り空の日続くよってなったら、現地株に関しては1週間あげる必要がないです。やっぱり現地株が枯れる理由っていうのは、まあ以前から結構お伝えしてるんですけれど、水のやりすぎ、ちょっとへこんだかな、やばいかな、なんか葉の色が悪いぞ、水あげようかなっていうのが枯れる原因になります。そこを気をつけて育てていただくといいと思います。はい、気温がね低くなってくる分、やっぱり晴れた日をよりね狙ってあげていただけるといいかなと思います。なんでね、秋冬になってくるといつ水あげればいいんだろうなって思うんですけど、基本的にはこう気温が高くならない、1日で乾かないということを考えると、乾かす期間を長くするっていうのがグラキリスの生命を維持できるっていうポイントだと思います。またね、葉がね落ちてきたな、黄色くなってきたなと思っても、10、11月ぐらいになるとね、ちょっとずつ色変わってくると思います。だからその時にあまり心配せずに枯れたんじゃないかなっていうことはないんで、基本的に葉っぱが剥げようとも、開墾部がしっかりしていれば問題ないです。はい、まあ、そんなところですね。まあ、10、11月なんで、これもねいろいろ伝えたいことはあるんですけれども、まあ、他のね、未消化部だったり今伝えていきたいので、この辺にしておきます。またね11月ぐらいになったら、11月、12月どうしたらいいよっていうのも皆さんに伝えていきたいと思いますので、ぜひねそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ではね次にパキポディウムの未消化部ですね。これはビスピノーサムなんですけど、ビスピノーサムってねすごい原地球はねワイルドなんですけど、未消化部はねすごい可愛いです。未消化部の10、11月の水やり方法とね管理方法なんですけれども、基本的には乾かし気味で OK です。ただし未消化部は原地球と比べて、まあそんなに腐りやすいっていうことはないです。もちろんね、株のサイズに比べて土の量が多いとか、鉢が大きくて土の量が多くて乾きが遅いのであれば別ですけれども、まあ、これの半分ぐらいのサイズだったら晴れたら水やりをする、しっかり乾かす、まあ、先ほどの現地球と同じように水をあげてもらえれば大丈夫です。はい、ただね、未消化部はやっぱり小さくって水を蓄える面積がすごく狭いんで、水切れで
葉がこう黄色くなってきたり水足りないよということでしぼんでくることがあるので、そうなった場合は少し水やりして膨らませるっていうのが大事ですね。はい、これもね結構動画の内で上げてはいるんですけれども、秋は水のやりすぎに注意です。未消化部はへこんでから上げるぐらいでも遅くはないので、その大きさにもよって違いますけど、すごいちっちゃい未消4、5ヶ月とかだったら違うんですけれども、このぐらいのサイズであれば基本的に、ちょっとへこむ、梅干しのようにねシワシワってなったぐらいでも遅くないです。はい、今寒暖差がね結構激しくなっているんで、暖かい時はねすごい暖かいんで、まあ、今ね成長してしっかり膨らんでくると思うので、まあ晴れて暑くなるようであればしっかり水あげてもらった方がいいですね。現地株のように気にしすぎるのは良くないんで、乾いたらあげるっていうのはしっかりしていってあげましょう。ただね11月になっていってどんどん気温がね落ちてくるなっていうタイミングで、少しずつ、まあ、5日間6日間ぐらい水あげなくても全然余裕なので、未消株に関しては株のね様子をねこうしっかり見つつ水あげるタイミングをね決めていただけたらなと思います。はい、はい、では次にユーフォルビア編ですね。はい、で、ユーフォルビアに関してはそんなに水換水する必要性がないですね。もうここまで涼しくなってきたらがっつりはあげなきゃっていうことはないです。ただね葉っぱついてる、ユーフォルビアだったりは、まあ、水あげなきゃいけないですけれども、そんなに気にせずに乾いたらあげる、そこから1週間以上あげても問題ないです。今ハウスで管理しているものも、1週間以上あげてたりすることも全然あるのでね、そこもいつもの乾き具合を見てあげすぎないように注意してあげてください。やっぱりね水をあげてしまってその後全然晴れないで乾かない、でもなんか室内に置かなきゃいけないなっていう状態で土が、乾かないとやっぱ腐る原因になってしまうので、とにかく変なタイミングで水あげてしまったらしっかりねサーキュレーター、風ですね、とにかく風当てて光を極力ね当てられる場所で置いてあげるといいと思います。はい、以上ね、パキポディウムの現地球と、未消化部、あとユーフォルビア、大体ね、この辺説明してきた。あと灌木類なんかはまだ変わらずね、乾いたら水やってもらって問題ないと思います。あと一つやっぱね聞かれるんですけれども、育成ライトって必要なのって聞かれるんですね。育成ライトがあるかないかで言えば、絶対にこれから11月12月に向けてあるに越したことはないです。今すごく感じることは、アガベでも育成ライトに当ててればしっかり育つ。これからねちょっとね、パキポなんかもね持って帰って、実験してみようかなとは思うんですけれども、やっぱり、ね、葉の立ち具合とか育成ライト当ててるだけでも育てられるような気がするんで、ないよりはあった方がいいと思うんで、しっかりね冬に向けて準備するっていうのが大事だと思いますし、冬になって育成ライトとかって用意すると売り切れてたりすることもあると思うので、これからね、10月になって11月になってどんどんね日照時間も短くなってきますし、取れる日照条件が短くなることを考えれば育成ライトをねそろそろ準備するっていうのもいいんじゃないかなと私は思っております。はい、まあ、そんなところで、簡潔にね10、11月の水やり方法だったりをお伝えしてきましたけれども、あとは置き場所ですね。置き場所は特にね中に今すぐ入れなきゃいけないっていうことはないと思いますので、11月ぐらいまでは外引っ張ってもらって大丈夫だと思います。またね動画内でもうそろそろ中入れた方がいいよっていうタイミングがあれば、もちろん皆さんに動画で説明していきたいと思いますので、今はね安心して外に置いて育ててもらう方がいいです。ちょっと肌寒いからな中入れようっていう風なことはする必要はないと思いますので、そこはね安心して信用していただければなと思います。はい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。今日は台風来るよっていう中でね、撮影しておりますんでね、はい、明日何事もないといいなと思います。はい、それではねいつもご視聴いただきありがとうございます。はい、こいつ家に持って帰るか。はい、ありがとうございました。